はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですというとこで今回補強評価総集編というとこでこの間まで、中間評価みたいな感じで夏の補強の評価をやってきました。で今回まとめですね、まあ10クラブずつですね2本の動画で、もう一回ちょっと振り返っていこうというとこでございます。さあまあいろいろ動きありました。でまずこちら見ていきましょうかね。というところで、まあ、動画の前提にはなってきます。まあ評価はその人の評価項目によって変わってきますんで、お前パルプンって言うとお前の評価間違ってると、お前そのくらいを B にしてるけども A でもいいんじゃないか C でもいいんじゃないかみたいなところあるかもしれませんが、まあ個人個人で多分評価の項目ってね変わってくると思うんですよね。これがね、この紙に書いてある評価項目で、みんな評価してねみたいなのであればね、そんな差は出ないのかもしれませんけれども、まあ評価項目とかその重要度は人によって変わってきますんで、まあ、僕のことだから否定してもいいんですこれ前提ね。お前パルプンってお前は間違ってるって言われても僕は、まあ評価項目違うからねっていうところになってきますけど、まあ、コメント欄でね、なんかねコメントしてくださった方に対してそれを否定するのはちょっとね僕は好きじゃないんでね、まあ、評価項目は人によって違いますし、まあ、コメントしてくれてる方のことはせめて否定しないであげてほしいなっていうところには、なってきます。で若干前回動画の評価とは変化があります。まあ動画投稿後にですけどもね、活躍した選手のいるクラブはプラス評価、まあ、京都とかエリアス選手が活躍しておりますんで、そこはね、プラス評価になっているかと思われます。でただ活躍していなくてもね、あのクラブのあの選手ね活躍してないなーってなってもマイナスにはしません。まあこれから活躍に期待したいというところでございます。でもう一個一応言うのであれば、まあ、これ総集編なんでね一個一個細かくはやっていきません。まあ、振り返りみたいな感じなので、細かいところの評価、なんでこのクラブの評価こんなんなんだろうみたいなところはね別に動画個別でクラブで上げてますんで、そっちをよろしくお願いいたしますと、まあ、ざっくばらに振り返っていきましょうという今回総集編でございます。でやっていきましょう。こちらこれらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。札幌、まあ、評価 A にしております。多分 B だったかな、前回はね。ただ、その後もしっかり補強をしておりますし、で一応、やっぱ最終ライン、パク・ミンギュ選手の、まあ、最終ラインというか、札幌だから最終ラインなのかなという感じもしますけども、まあ、一応、ね、後ろ目の選手の補強もしましたし、あと、大崎がめちゃくちゃ活躍しておりますんで、そこも含めて若干プラス評価には、なっております。どうしても北から順にやっていたんで、札幌がね、最初の方の評価、中間評価になってしまっていて、その後の活躍はね、っていうところになってきますんで、まあ、若干評価としてはプラスにしております。まあ、まだまだこれからね、活躍する選手はいるでしょうけど、サンチェスのところにプラスでニューがついてない、すいませんね、サンチェスだけニューがついてませんでしたね。まあ、結構6、7人ぐらい取ったのかだからね、ちゅうところでございます。まあ、数取ればねプラスの評価にするっていうのは僕の中ではないんですけども、ただまあ大崎の活躍とか、まあ、弱点である最終ラインの補強とかありましたんで、そこは弱点を補う必要な、補強であったというところで、まあ、評価にはしております。まあ、細かい評価はね、札幌動画をよろしくお願いいたしますというとこですね。でこちらで鹿島アントラーズは A 評価にしております。まあ多分この鹿島に関してもう確か動画収録時点、前回の中間評価では B にしてた感じが、するんですけど、その後ね田川選手の補強とか、まあブレネル選手の補強が、ありました。まあチャブリッチ選手がね負傷したというとこと、やっぱ鈴木ユーマーの次のセンターフォワードが欲しいというところで田川選手の獲得、これだからね動きとしては迅速ですよね。ね、まあセンターフォワードとかウィングがね、主戦場だとチャブリッチの、負傷というところで、じゃあ誰が、ね、2番手のセンターフォワードをやるんだとかねウィングやるんだというところに田川選手を補強したんで、まあしっかり負傷した分の選手の穴を埋める補強に成功で、あとはまあ佐野海舟が移籍した影響でしっかりミサを補強したんで、まあ戦力としてはね、まあプラスマイナスで言うと、まあミサオ選手のこの海外での経験とか、まあ、J リーグでの実績とか含めれば、むしろ佐野海舟よりも少しだけもしかしたらね、上になる評価かもしれませんというところで、ブレネル選手もね中盤補強しております。でまあ S にならなかったのはやっぱ最終ラインの補強ですよね。結局ねセンターバックの補強がなかったんで、まあ正直ね B プラスぐらいです。正直こんだけやっぱね選手は取っているんですけれども、だから田川かな、やっぱりね田川選手の補強がなかったら B かなっていうところ、これやっぱ最終ラインの、ね、センターバックの補強がなくてよかったのかという問題もありますので、やっぱ田川の補強がなかったらね、まあ、B だったかなという感じには、なっております。さあ、まあ、冬に関しては多分センターバックの補強に動くでしょうし、さあどうなるかというところでしょうね。でこちら
で、浦和レッズに関しては B 評価というとこですね。まあ、浦和レッズはだから一番ね、コメント欄で評価が低かったっていうかね、まあ、C じゃねえか、D じゃねえか、中みたいな声が多かったんですけども、一応僕が B にした理由としては、まあ、両サイドバックもできる中沼選手を、取ったっていうところが一つポイント。まあ、やっぱサイドバックはね、本職はいるけども、2番手以降がなかなか、不安定要素があったんで、そこで、まあ、今年トスでウィングバックじゃなかった、サイドバックの経験がある中沼の補強に、成功しましたんで、まあ、ある意味弱点を補う補強に、成功したと。でやっぱ本間新田の補強ですよね。新田に関しては、まあ、センターフォワードもできるし、ウィングもできるというところで、まあ、本間に関してはちょっとキャラクターかぶりがねありますけど、他の選手とね、ただまあ若さとか、まあ、J リーグでの実績を、まあ、考えればね、全然まあプラスの評価になるでしょう。だからこれ新田と本間の補強が早かったですよね。7月ぐらいだったかな、ね、割と早い段階で本間師匠と新田の補強が発表されたんで、あれ補強なくねみたいな声がね、浦和のサポーターからもあったんですけど、いや補強自体は実はねあっていて、早すぎただけとね。であんまりこう記憶から薄れてしまっているんだけども、まあ新田本間、これがだから8月に入ってが新田取りました、本間取りましただったら若干ね印象は変わっていたのかなっていう感じもします。ただ A 評価にならなかったのは、ここもセンターバックの補強が、なかったというか、まあ枚数的にはいるんでね、どこまで緊急性があったのかっていうのありますし、ただ伊藤敦樹が抜けてしまったんでね、そこをどうするかとかいろいろありましたんで、まあ一番悩んだの浦和で、正直ね、人によってだから A 評価にする人もいてもいいと思います。正直さっき言ったね、弱点を補う補強もしてますし、でセンターバック以上根本さんの補強というかね、加入も発表されておりますし、まあそういうところで考えていけば、まあ他のクラブとの比較とか現在の移籍市場の難しさとは考えれば、まあ B ぐらいが妥当なのかな。たださっき言った別に C でも D でもね、僕はいいと思うんですけど、個人的には B 評価には、しておりますね。まあ一番応援してるクラブだから厳しくつけたっていうのもね、正直ありますけどもね。でこちらレイソルは A 評価にしております。まあまあレイソルに関してもともとが B 評価だったかな。でボランチ高峰選手が抜けた穴を補えれば、まあ、うん、そこは A 評価とかにしてもいいかなっていう話をしました。まずはストライカーですよね。まあ純粋なるストライカー不足のレイソルであったんで、そこに柿田を持ってきた中とかプラスの評価にも、なってきますし、でボランチ高峰選手が抜けた穴はしっかり手塚で補ったんで、まあ、やっぱこう抜けた選手はいるけども、でもそこを補ったし、なんならセンターフォワードはしっかり補強したことを考えれば、まあ上積みですよね、戦力のね、まあ純粋な戦力の上積みってことを考えれば、評価はまあ上がるというところで A にはしております。この辺がだからね、例えばね、札幌の方が多く選手取ってんじゃないかとか、浦和が B ならね、レイソルはどうなんだみたいなところあるかもしれません。まあやっぱいかにこうね、弱点を補うことができたかとか、抜けた選手の分を、補強したかとか、まあその他諸々ね、多分僕の中でも細かく挙げる10項目ぐらいはね、多分評価項目があって、その中で当てはめると、まあレイソルは純粋に戦力をアップをさせたというところで、まあ評価としては A に、しておりますというところですね。でこちらで FC 東京の評価としてはちょっと C 評価になりますね。やっぱ松木選手の移籍した穴、まあ、がなかなか、ね、補強としてできなかった、まあ、ボランチとかのところには、なってきます。まあ、トップ下ってことも考えれば荒木とか中川がこういますんでね、まあ、そこはいいんでしょうけども、しかしまあボランチのところ若干手薄さがね、手薄さがありますし、であとはまあ C 評価の理由としては、もちろんこれ前線はガウディーノ取ってますんでね、ガウディーノ取ってますんで、そこの活躍には期待したいし、まあ純粋なるストライカー期待できそうな、純粋なるストライカーの獲得っていうところは、これは評価ポイントにはなるんですけども、最後の方に徳本さんが抜かれちゃったんですよね。うん、バングナガンでカシーフがいて、徳本いて、長友いてみたいなのが、ね、シーズン開幕前とか夏場前のメンツであったんですけども、働き盛りの年齢の徳本選手が移籍っていうところで、バングナガンでカシーフってちょくちょくちょっと怪我をしているイメージが僕の中ではねありますんで、バングナガンでカシーフ、徳本いて、ね、強力な左サイドバック中、まあ選出の厚さを感じていたんですけども、働き盛りの徳本さんが移籍しちゃったんで、これでバングナガンでカシーフの控えは長友さんがみたいなところになるんでしょうけども、結局ね、そのサイドバック、左サイドバックの補強がなかったんで、そういうところでは松木の穴と、徳本の穴を埋めきれていないというところで、まあ、戦力的には正直ダウンかなっていうところで C 評価にはしております。まあ、前向きにつければ B でもいいのかなっていうところもあるかもしれませんが、まあすいませんけど、ちょっと C 評価にちょっと多分下がっているかなっていうところには、なってきますね。でこちら
まあ、ゼルビアに関してはまあ S 評価でしょう。まあ、僕の中の補強のその評価する中でどんだけ実績のある J リーグでの実績がある選手を連れてくるかっていうのはやっぱりあります。これがだからね、他のクラブとの違いで、僕がその時ね中間評価で京都を A にして、ね、なんで S じゃねえんだっていう声がねあったんですけど、その理由というのが京都の取った選手っていうのは確かにね、外国人選手でレベルが高そうな感じはするけども、じゃあ補強した選手の中で、J での実績がある選手って誰かっていうと、やっぱ米本さんがねいるぐらいで、若干不透明さが当時あった。まあ今エリアス選手活躍はねしていますんで、まあ今京都の評価に関しては S にねエリアスの活躍あったんで上げようかと思ってますが、ただ京都に関しては加入した時点ではどうしても J での実績っていうところに不安要素があったんで A にはしていて、だからこれでいうとゼルビアに関しては僕の中の評価項目で、まあ、J リーグでの実績中のを入れております。で言うと、まあ、中山さんとかね、杉岡さんとかあとは相馬さんみたいに取った選手の J での実績がやっぱりあるっていうのが僕は町田の高いポイントにはしております。だからこれなんこれ、まあ、J リーグずっと見てる方というか、まあ、近年見てる方でもね、まあ、分かると思うんですけど、すんごいある程度実績、あこの選手そんな、ね、名門クラブにいたのかとか、そこそこ有名なクラブの出身じゃんみたいな選手でも J リーグでは活躍できなかったとかね、するんですよね。だからまああんまり僕ね、そのヨーロッパとか海外での実績はそこまで含めていない、まあ、全く含めていないわけではねないんですけども、よりも J でどんな結果残したことがある選手を取ったかみたいなところは僕は結構、重要視します。これもだから評価項目によって違って、まあ、J リーグの実績なんて関係ねえよ、取ればいいんだよ取ればねっていう人もいるかもしれませんしね。そうなればね、ゼルビアの評価は、ね、僕の中では、おのずと上がるみたいなところがあって、まあ、あとは主力、ね、平川さん抜けましたが、それ以外はしっかり残留をしておりますんで、その J での実績がある選手っていう意味では計算がめちゃくちゃ立つ補強をしましたんで、まあ、僕は、ね、そういう意味で評価は S にはしておりますけどもね。こちらベルディに関しては B 評価ぐらいかなというところには、なってきます。まあ、松村選手の補強に成功というところでしょうかね。まあ、あとは、ね、大きな流出はなくて、まあ、川村ダブル川村選手とかね、流出というか、まあ、出番がそもそもなかったんでね、あれなんですけどもね。あと山越選手とか一部選手移籍しましたけど、基本的には主力選手を、残すことができた上に松村を補強しておりますんで、まあ、これはね非常にいい動きというかね、まあ純粋なる、ね、このね戦力アップに成功した感じもしますが、まあ、だから A でもいいのかなって思うんですけども、ただ若干松村選手とかもねメンバーとしてはいるみたいな、ライバルは多いなっていう感じがしますんで、まあどちらかというと主力をね基本的には残すことができた、まあ、トスみたいにこうどんどん引き抜かれるクラブはねありますんでね、そう考えればしっかり主力を残すことができた。まあ主力の多くはでもレンタル組みたいなところもねありますんで、あれなんで、まあ、A でもいいのかなと思いつつも、まあ補強としては松村選手の、まあ、1枚というところなんで、なかなか A にはしづらいなというところで B には、しておりますけどもね。でこちら A マイナスに関しては A 評価ですね。そうか、今日かこの動画撮ってる段階で塩貝選手がまさかのね、契約解除でか、まあ、あの契約解除って悪い意味の契約解除でないんでしょうけどね、そのね海外の方へ行くみたいなところなんですが、塩貝選手名前外さないといけないのか。そうかそうか、そうだよな、塩貝名前を外さないといけないなというところには、なってきますけどもね。そうかそうね、ちょっと残念な責任はなりましたけども、ただまあ、ジャン・クルード選手ですね、まあマイナスの弱点であった、まあ、今年ちょっと失点数が多いというところもねあったんで、センターバックの補強に成功で、ボランチも兼任できますんで、これで渡辺選手、木田選手の負担も若干減るんじゃなかろうかというところ、あとはやっぱ西村選手を補強しましたんでね、まあ、これはだからね、やっぱナムテイ選手移籍とかありましたけども、そんな中でしっかり中盤の補強、しかも J リーグの実績中がマイナスで、大活躍をしてきた西村選手がいますんで、まあ、ここは戦力としては、純粋にアップだよねというところで A 評価にはしておりますね。あとはそうサイドバックのところ本間選手を取りました、まあ、なかなか珍しいですよね。多分今年からかな、同一カテゴリーでねこう、選手の、なんだっけ、レンタル席というか、そのあれだ、出てこない出てこない、育成型か、育成型レンタル同一カテゴリーが OK なのは多分今年からなんで、それをうまく生かしたか、結果かなという感じがしておりますけどもね。でこちら
で湘南に関しても B 評価というところになってきます。まあ湘南に関してはフェリッピさんとね、上福本さんの補強に成功しましたんで、まあ戦力ダウンはなかったですね。まあ杉岡さんが移籍はしちゃったんですけどもね、ただ杉岡さん今年じゃあバリバリのレギュラーかっていうと、昨年までのような影響力というか活躍というか出番はなかったんで、まあ流出は痛いけども、まあでも他の選手でも十分ね、淳之介さんとかで補えるかなっていう感じはします。まあだから抜けた分を補強する必要がそもそもあったかって考えれば、まあちょっとあったかなっていう感じも正直しますが、ただそこはね、淳之介さんが今活躍を見せておりますんで、まあまあそっちの方に期待したいかなっていうところでしょうね。であとは前線、まあフィリッピさん問いました。フィリッピさんに関しては FC 東京で何点か得点決めてますんで、まあ、うん、ここは期待したいんですけれども、ただそもそもここは結構ね、まあそもそも補強の必要がどんだけあったかみたいなところで、まあルキアンがいて福田選手も活躍してますし、鈴木明人さんもねいますんで、まあセンターフォワードの戦力としてアップはしてる、選手層はアップはしてるけども、そんな無理して取る必要、まあ無理してっていうかね、まあ取ったことにね、取ることに越したことはないんで、まあまあ補強自体は悪くはないんだけどもね、というところで、若干なんか浦和と同じで本間師匠の獲得も、まあ本間が来ることに越したことはないんだけども、でももっと取るとこがあったよねとか考えれば、なんかね評価としては難しいなと。まあもちろんね A 評価でも、まあさっき言ったね選手のその、選手そのアップと考えれば、まあポイントは上がるんですけども、一方でうーん、まあそうね、でもそこ選手いるしなみたいな、僕の中ではどうしてもねありますんで、まあ、うん、来ることに越したことはないんで、評価としては下がることはないんですけども、だからまあ人によってはね、選手層がアップしたから A でもいいんじゃないかっていうところもねありますが、ただまあそこはでもキャラクターとしてはいるんで、どんだけ出番があるかなっていう、まあそこも含める。で上雲さんもソンボム軍さんがいるんで、まあ都民さんが移籍しちゃったんで、そこはね、まあ戦力としてはアップをしてるかとか思うんですけれども、ただゴールキーパーね、出番上雲さんあるかなと、この先発で出てましたけどもね、とかなんかもろもろ考えればね、なんか難しいなっちゅう、 A でもいいんだけれども、だから B プラスぐらいかなっちゅう、湘南さんの評価にはなってきますけどもね。でこちらで、フロンターレはもう A 評価にはしております。まあ弱点であったセンターバックですね。まあ弱点とか、まあね、佐々木さんが非常にいいですもんね。で高井さんもいいんで、佐々木朝日と高井さんの2センターバックで十分戦えるでしょう。ただ大南が抜けたんでね、どうなんだろうと思いつつも、でも新戦力、まあちょっと J リーグの実績は不明な分もありますが、まあ、アイダルさん補強したんで、抜けた分の補強はしっかりやったというとこですよね。でまあ J での実績で言うと、ボランチ川原さんの獲得ですね。で川、まあ、瀬古さんがどうなるか分かりませんが、多分もう海外移籍を前提とした離脱なので、まあ、瀬古さんが移籍する前提で、まあ、川原さんを取ったんであれば、まあ、むしろ戦力アップというかトントンみたいな感じもしますし、でフロンターレってダブルボランチできそうな選手がそんな実は多くはないかなというところで、まあ例えばね、遠野さんはボランチで出てましたけど、インサイドハーフですもんね。だからまあダブルブランチでは遠野さんはないよねみたいなところもあって、でヒカルさんもどうなんだみたいな、ボランチ中一応ね加入時の話はあったんですけども、じゃあダブルブランチ、フロンターレのダブルブランチとしてどうなんだみたいな、ダブルブランチ向きの選手ってまあ大島、山本、立花だぐらいかな。山本、大島、立花花田、ぐらいで、光さんがだからできるかもしれませんが、ただそこに川原さんをしっかり補強して、まあ、アンカーでもできるし、ダブルブランチでも結果を残してきた川原さんの補強という意味ではね、まあ、それはいいんじゃないか、まあ、単純にこう中盤の層が厚くなっただけじゃなくて、まあ、純粋なる戦力アップにやっぱここはなんか成功した感じがしますんで、A 評価にはしておりますね。で、そうか、これで終わりか。じゃあ今回ここで終わりですね。フロンターレまで今回の評価というところでございました。まあ多分ね、納得いかんなっていう評価もあったかもしれませんけども、一応評価項目としてはいろいろ考えれば、まあ、そういう感じになっています。結構僕前向きにね、話していますんで、厳しくつけようと思えば、ちょっともうちょっと厳しくてもいいかなっていうクラブは実はね、あってとかなかったとかするんですけどもね。ちゅうところでございます。今回は以上です。以上、パルブンテ、J サッカーチャンネルでございました。よかったら、チャンネルマッサー。